経済新聞さんの取材を経済だからね経済新聞の取材を受けているのか。ああでも今までの作品から比べると経済色強いの。ああさすが。この人は邪魔してる人。ラーメンって言ったら何ラーメンを出しますか。私は福岡なんで。はい。これ一番この歌詞にもあるんですけど日本で有名なラーメン店行ったら札幌博多に来たかっていうんですけど、食べさせろっていう。はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。で今日は赤羽で経済新聞さん、MC 方さんのことを取材しております。邪魔にならないようにちょっと待ちさせてくださいこんな感じ。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。ということで、マネージャーに就任したばかりの山形の赤塚です。来ていただきまして、よろしくお願いいたします。今日の MC 方さんはちゃんと喋れてますか。いや、喋れてます。今、力説してますね、山形のこと。はい、ちゃんと、ね、うん、いつもの通り、周りくどく喋ってます。いや、まあ、いい感じでやってますよ、本当に。パンチ佐藤さんもラーメン。いいですね。でも隣のテーブルに来て我々がこうやって話すっていうのですね。ほっとくとMC 方さんより先に答えちゃうから、うん、別にかき氷屋さんに聞いてないの取材だから。そうなんですよ。赤羽とかき氷の結びつきがないんですよ。そうですね。だから赤羽氷っていうのを作ろうと思ったんです。トルーパーさんと誰も得しないじゃん。いや、いいじゃないですか。自分が得する。僕だけが出したいって言って勝負されてる方はいますよ。はい、でもこれは冷たいラーメンだって出してるとか、冷たいラーメンの今話をしてますからね。鶏中華も今結構広まってきてますし、お水車そばへの経緯ですか。いい感じで顔隠れていいですね。ちょっと見えてきました。素人、ね、インタビューの人は別に素人だ。そうですね。いやそれはなんだっけな、赤羽経済新聞さんといって、はい、僕のところにトルーパーズが移転しますよっていうのを記事に書いてくれた人、はい、その人たち、その人にはもう今回赤塚君と MC 方さんと一緒に来るんだけど、山形関連のお店どっかないかねって聞いたら、逆に、あ、そのラーメンの歌まで作った人取材させてくれます。面白いと。そういうわけで今に至っていて、ついでに一緒に来る、ついでに言うな山形のではもう有名で、も有名な、僕はこの方の本当直の地元の後輩なんだよ。地元ね、はい、先輩が赤羽に行くっていうんであれば、やっぱり、まあ、それが本来の目的ではないですけども、もう赤羽にぜひ行きたいということだったので、僕がご案内しようかなと。あら、さすが。カバン持ちでも何でもあるじゃん。いいっすね、この感じもいいっすね。今、トルーパーズの下り入ってますね。っていうことだと、ですよね。多分トルーパーズ今唯一ですけど、ファミリーマートは山形だけです。山形だけです。そうですか。出ますよ。人生は出会いです。大変。東京初、うん、MC 方さんのカシェロ CD、うんうん、東京初の取り扱い店舗になりました。東京ナンバーワン。東京ナンバーワン。いえ。で結局そうやって出会いの積み重ねですよね。
うん、なんですか。そう。じゃあ僕ここがなければここもなかったですし。確かに私も今今盛り上がりました。なんかまた一悶着。またうまいこと放り込んじゃったんですか。腕が最初にお会いした時ってどういう印象だったんですか。なんか今 MC 方としてなんか今来てますって変身ポーズしてました。クイックイってやってました。来てますから。これちょっと編集します。ちょっと外しました。面白くなんかなりそうだなって思ったんです。あ、なんだろう、普通にやっぱり話してて、あの目線をちゃんと対等で話してくれるっていうのは、あ、すごいなと思って。なんかふざける係の人いないかな。ちょうどいい盾がいた。ふざける場所。アイドルだと思って。最初ね、本当にブース見た時バカにしてましたよ。CD なんか作っちゃって。何やってんだよ。それでもね、ステージ見て、それであのいろいろブログとか調べてったら、あの人も10年近くの活動こんな一生懸命やってる。でやっぱり当時の最初のねブログの1年目2年目が一番面白いんですよ。その売り方が、売り方がちょっと尋常じゃないですか。すみません、遺産治療とか、はい、ちょっと熱く語りすぎです。すみません、つい熱が入ってます。これでもいいよ。いい感じ。迷惑なファン。でも僕らは一個一個それが刺さるんですよ。こういう見方してくれますか。まずね、なんかね、物を例えるときにチューブで例えてくれる。俺、それ例えられても全然聞いたことないですよね。取材を通して悪口を言われるって。なんでさ、いつも俺の2002年チューブのライブツアー、オアシスツアーのさ、トートバッグいじるの。なんで2002のやつ持ってきたのかなって、まあ、もう10年前のやつだよ。でもそれを持ってきたんで、よほど好きなんだろうなっていう。でどっちかっていうとサザンファンの方が多いじゃないですか。でもあえてそこでチューブっていうのを選ばれるその感性がまた面白いなっていう。宇宙海賊。はい。どうなんですか、お二人の関係来て、そのファン、あ、いや、でも、まあ、友人とか、喧嘩するから友人だな。うん、1回、てか2、3回喧嘩して、それになる、はい、お互い総合ミュートしてる関係があったんです。総合ミュート時代。さっき気づいたんですけど、まだ奥さんのことミュートしてたから解除しておきました。奥さんまでミュートしてたんですか。意識。喧嘩するほどだよね。喧嘩したことも。やっぱり毎日メールするんですよ。毎日ですよ。LINE じゃなくてメールですよね。当時メールだったね。メールだった。毎日ですよ、それも。うちのかみさん嫉妬するくらいメールしてました。まあいいや。それは出会った5年前ぐらい。そうっす。どうなったんですか、その量だった。すごかった。それどのぐらい続いたんですか、その期間的ミュートするの。最初にミュート期間。ミュートはね、LINE を始めたあたりからですね、山中さんが。会社のパソコンのメールとかさ、DM とかさ、LINE とかいろいろ点々としてきた。Facebook のメッセンジャーとか。で、まあ、LINE 時代ぐらいになったら、LINE ってとにかくさ、会話じゃん。で、マンツーマンじゃなくて、複数入ったり、その僕らのそのチームで、の中に山中隊長が入ったりするんですよ。だと、やっぱりそのみんな隊長のことやっぱり好きになっちゃうんですよ。で、それで、いろいろこう、なんかいじり出したりとか、返されたりとかっていうのがお約束のいじり決まりごとになってくると揉め出すんですよ。一応俺はね、 MC 型さんのすごいファンであるっていうことはもう当然ね、彼のあの背中にいる人たちが下から懐に入ってきて毎日ねいじってくるんですよ。それがね、たまにね、ものすごく忙しい時にイラッとこうやるんですよ。それ皆さん記事にしてください。しないでいいそれは。それしないでいいですよ。僕のコンディションも前日もあるんで、特に年末あたりに乱れやすいんです、僕。あ、そうです。あの人そういう時に変ないじり方された時にすっ
すげえムカついて、うん、ガーンと言っちゃったりっていうのも、うん、そういう時期もあったね。あの赤羽に来てあの、この話は OK なんですか？いや、でもね、もう今日はね、それあっての今じゃん。そうそう、だってやっぱ仲を深めるには、やっぱりその何回も喧嘩してもこうやってくっついてるって、俺、本物の関係だと思うんですよ。本物だって、本物。40超えての喧嘩は本物ですよ。もう、ね、山形の人たちよく喧嘩する、ね、喧嘩する喧嘩する、やだ、うん、喧嘩して俺らなんか仲いいから、喧嘩だ、少年ジャンプみたいな、うん、そうやってどんどん仲間が増えてる、ね、そう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 、隣町のやつとかで喧嘩だと、うん、最強の敵がまた現れた、うん、そう気持ちあるんですよ山形人。まあまあね、まあ東京とか東京みたいにそのすごい時間が早く過ぎていくところって、皆さんなんかこうライト感覚というか軽くならないと生きていけないようなところがあるんじゃないかなって、僕東京の人と絡むとすごく感じるんですよ。僕もだから東京にいれば、そのあまりのスピードの速さにいち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 重く受け止めてたら身が持たないっていうか、だからその噛み締めながら、人が多いじゃないですか。替えが効くっていうのがしいんですよ。ああ、そう。関係とかもやっぱりなんかどっかでちょっと替えが編集長違うような感じになるっていうのも、ね、山形はまさにそう思ってるわけじゃないよ。いちいち。なんかそれあれ車の中でその山中隊長って来たよ都会的な人よりも田舎向きっていうか、田舎向きだわ。なんか極端に近い感覚が、ね、その深く行きたくなるっていう人間関係も、ライトな関係も、ライト。あの人経済新聞で何語ってんの？二人の馴れ初めの方が語気が荒くなるよ。インタビューなんですよ。あの人いつもインタビューでこんな感じなんですか？いや、そう気持ちですから。あなたじゃ気持ちです。面白い有名人さん来ましたね、うん、そうですか。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。